後だ今日はやはり3年置いただけに、身が締まります。機械で作ってませんので手作業なので、2年置いても、シャキシャキ感は変わりません。で、西田さんにらっきょうを食したときに、あ、美味しかった。で、素晴らしい、その、本当に水晶の、本当に輝いてるらっきょうだったので、何かできないかなと思いまして、私どもの事業の一環としてカレーを製造してたので、西新井の区会の間に何か名産品を作ろうという話が出て、そしてこのピーナッツ餅というものを我々は小さい時に食べたことがあるもんで、砂丘地ではブルーベリーは育たないって人が言うもので、なんか挑戦したくなってやりました。いや、美味しい美味しいって言ってくれるし、粒が大きいとか、はい、ありがとうございます。ほんでいけ。はい、これでバッチリ取れてます。焦りたいんよね。